皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデライオンスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。はい、ロストスピア実況プレイパート24やっていきたいと思います。ロストしていた神女を倒して、その前にね、この熱病の元凶になっていた魔物も倒しまして、これで一応、病気が広がることはもうないでしょう。で、神樹草も手に入れましたし、これは一緒にね、薬にしてもらって、ガルドラさんや村の人たちを助け出したいと思います。ここはまだ浄化されてないんだ。もしかして復活してる？OK。もしもし素通りできた。何があるか、あるか分かんないからセーブしとこう。うん、やっぱり元通りだ。よかったよかった。医者のとこに決めたかな。おお、これは真珠の薬草じゃないか。これで霊薬の調合お願いできますか。任せてくれ。すぐに調合する。ちょっとだけ待ってくれ。ひとまず霊薬が4個できたぞ。まさか神社の薬草だな。特効性、治癒力ともに最高の代物だよ。おっといかん。すまんが急いで村長に1個飲ませててくれないか。村長さんに？まさか病状が悪化して、もう棺桶には片足を突っ込んでいる状態だよ。私も次の霊薬ができ次第、村のみんなに配りに行くよ。わかりました。お願いします。まずいまずい。棺桶に片足突っ込んでるって相当だな。村長さん？大丈夫だ。まだ息がある。村長。霊薬を持ってきました。飲んでください。助かったよ。正直、諦めておった。僕たちは真珠の洞窟に行ってきました。そこには巨大な魔物が住み着いていたんです。凄まじい毒を吐き出しておった。おそらくその毒が泉を伝って、この村に流れ込んだ。頂上から見て、それが熱病の原因と見て間違いない、見て間違いないだろう。なんと。魔物は俺たちが始末した。霊薬もできた。徐々に村の流行り病も収束するだろう。だが帝国の廃棄物を受け入れ続けていればまた。わかっておるよ。そもそもこの村は薬草からできる薬が思ったら収入源だった。しかし帝国の流通が整うにつれ、思うように商売ができなくなってな。そんな時、あの男から儲け話を持ちかけられたのだ。土地を貸すだけで安全に高い収入を得られる。そうすれば村も帝国も安泰だと還元に乗せられてしまった。うまい話には裏がある。それが世間の常識だ。村の代表がその程度の頭じゃ、村の連中が苦労するぜ。バン、言い過ぎでしょ？
私が愚かで浅はかな考えだったのは事実だ。帝国には今回の保証も含めて、廃棄物の受け入れをやめることで再交渉しよう。今度こそ総長として村人の命は守らねばな。村を救ってくれて感謝する。本当にありがとう。おい、村長。次の廃棄物受け取りの話なんだけどよ。やっぱり来たか。ん？はい？そうだす。シェラ？帝国絡みでしかも、都合のいい儲け話。口出したて軽薄。そして見慣れない格好の男と聞いてまさかと思っていたが。いや、待て。話を聞け。な。もちろん聞いてやる。お。ただし、貴様の手足を射抜いてからだ。もはや何の躊躇もない。逃げるか。待て。どこに行った？シェラ。カナダ、そうだそうぞ。天が奴を見過ごそうとも、私の家が許しはしない。わかっている。でも僕たちには先にやるべきことがある。まずこの薬をガルタラさんに届けるんだ。もしあの傷で熱みにかかっていたら、さすがのガルタラさんでも危険だ。くっ。そうだすね。命拾いしたな。次は絶対に逃がさない。オッケー。私が薬を飲ませてくるね。頼んだよ、ルミナ。ディアント、彼らをそこに降ろして。わかった。さあ、これを飲んで。なんていう爽快な気分だ。いや、それどころか、パワーアップした気がするぞ。それは間違いなく気のせいだ。もう少しの辛抱だ。助かったのか。危ないところだったな。彼方に感謝するがいい。ギリマン、デイリー、本当に大丈夫か。もうか。こいつらのおかげで、この通り。で、あれ？ひょっとして俺たち、別の意味でやばい状況？やっぱり、お前たちもそう思う？超金組に助けてもらったって、帝国軍の上層部に知れたら俺たちは。恩を仇で返す気なら、覚悟してかかってくるのだ。今度は手加減はしない。やめておけ、お前たち。誰だ？ルミナから話は聞いた。お前たちは彼らに命を助けてもらったのだろう。礼には礼を言っていたり、持って当たり、礼、恩には恩を持って報いよ。帝国軍人であればなおのこと、礼節を忘れてはならぬ。偉そうに、俺たちに指図するなよ。偉いのよ。え？この方は自願帝国軍のガルドラ・コノエ騎士団長よ。知らないの？あなたたちのずーっと上の上司ね。嘘。いや、俺、前の遠征で見た。確かにこの方は。失礼しました。噂に聞く、ガルドラ・コノエ騎士団長とは知らずに。我々はコノエ騎士の方々とご一緒する機会がなかったものですから。しかし、帝国軍切手の中心とまで言われる方が、どうして賞金組の味方を。人は誰もが自分の背に負っているものがある。彼方が背負っているのは、お前たちとは背負えぬものだ。ここにいる彼らはロスとしてこの世界に残された最後の希望。私はそう思っている。しかしこいつらは帝国への反逆者であり、たとえ帝国への反逆者であろうと。
この世界の反逆者ではない。それでもなお子供らに、物らに剣を向けるというのであれば、この私が相手になろう。我々はガルドラ・コノエ騎士団長のご命令に従い任務に戻ります。お前たちは魔物に食われたと報告しておくよ。それをゼブロド閣下が信じるかどうかは分からん。でも多少の時間稼ぎにはなるはずだ。またな。本当に世話になった。今の私には礼のしようもないが、いつの日か必ずこの恩は返させてもらおう。ガルドラさん、その恩返しは今ではダメですか？僕たちにあなたの力を貸してくれませんか？彼方の真摯な言葉はいつも私の心に突き刺さる。しかし無理だ。帝国軍人であり続けることは我が宿命。ガルドラさん、あなたはなぜ帝国軍人であり続けようとしているのですか？それは、私はガルドラさんの言葉、忘れていません。君たちはこの村のように、困っている人々が世界中にいる。彼らの助けとなってはくれないか。取り返しがつかなくなる前に。あの言葉に嘘はなかったはずです。ルミナ。同じなんです。ガルドラさんの大義と、私たちがやろうとしていることは、民を守るために戦う。あなたにはその意志がまだ残っているのなら、僕たちに力を貸してください。今の私には反論の言葉すら浮かばぬ。民のために剣を振るう。この目的のために帝国軍人として生きていくことを選んだ。このことを間違えたと思ったことはない。世の中、一人では無力なこともある。組織の力で救えるものも多い。しかしいつの間にか帝国という枠の中で考えるようになってしまっていたようだ。彼方よ。このガルドラ、民のために剣を振るう。今一度、その大義のために立とう。そして、君たちの目指すものに私の力が必要というのであれば、共に歩ませてもらえるのだろうか。もちろんです。この心と少々の間の限り、皇帝陛下もきっと。彼方、一つだけ頼みがある。何ですか？ガルドラさんと呼ぶのをやめてもらいたい。私が彼方たちと同行するのは、帝国を裏切るのと同義だ。もはやこの駅士団長でも何でもない。だから、対等の立場で、ガルドラと呼び捨てていい。ともなければ私も、彼方さんと呼ぶぞ。それは勘弁してほしいな。じゃあガルドラ、改めてよろしく。みんなも頼む。わかりました、ガルドラさ。わかったわ、ガルドラ。ありがとう。頼もしいね。嘘、女の人？だって声女っぽかったもんね。どうした？何を今更驚く？気づかなかった。おいおい、女だったのかよ。やはりな。でもどうして女性だと教えてくれなかったんです？そもそも男だと言った覚えはないのだが、帝国軍にいてあれだけ強いんだ。中身は筋骨隆々の野郎だと思うさ。ひどい悪いようだな。まあ、改めてよろしく頼む。ええ。よっしゃ。で、ガルドラがパーティーに加わった。やっぱ強えな、攻撃力高い。レベルも高いし。少々の方が上昇する。
攻撃力上昇はいいな。よし。待てよ。層のエネルギー回復しないと。ここら辺で一区切りにしたいと思います。まあ、引き続き、お城を目指して進んでいくことになるかと思います。まあ、多分ね、次に行くところとしては、その途中にあった村に立ち寄ることになるのかな。まあ、だいぶロストもしてるみたいですし、ちょっとそのあたりも調べていかないといけなそうですね。わ、イベント来ちゃった。これはアーティファクトのようだけど何かが違う？このまがまがしい感じは。あれ？おかしいな。どうしたかな？ここは記憶の力が及ばない不思議な力が働いている。記憶の力で作り変えられないんだ。このアーティファクト、良くない効果を乱してそうで、作り変えた方がいいと思うんだけど、それができないみたいだ。この嫌な気配は、アーティファクトのものではない。恨みや執念のようなものを感じる。カナタ、ディアント。手が出ないのであればここは後回しだ。今には追っ手が来ないとも限らん。まずは音に向かうぞ。そうだね、バン。先を急ごう。しょうがないね。まあ、ここに行かなければ先進めなそうなんで、まあ、ここは次回出ていきたいと思います。次、じゃあセーブ。
さあ、頼もしい味方ガルドラも加えて、突き進んでいきますよ。ロックのことも心配だけど、なんかちょっとゆっくりくるんだよね、いろいろね。はい。まあ、後々わかるでしょう。というわけで、ロストスピア実況プレイのパート24はここまでさせていただきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんもいけるな。